種の八代明さんがお亡くなりになったと報道されています深く哀悼の意を表します代さんが、亡くなったのが抗 MDA5 抗体陽性皮膚筋炎と急速進行性間質性肺炎であったということで、この病気がどういう病気なのかを皆さんにお伝えしたいと思います。なかなか耳慣れない病気だと思いますので、 正しい情報を知っておくことは重要だと思いますので、紹介したいと思います。早く皆さんに紹介した方が良いと考えて、まあ、今日は顔出しなしでお送りしたいと思います。字幕もないですので、まあ、よく聞いていただけたらと思います。ちょうど日本語で、まあ、この病気に関して、かなり詳しく解説してある論文を見つけましたので、これをもとに皆さんにお伝えしたいと思います。この病気がどういう病気かというと、抗 MDA5 抗体という抗体が 自分自身の体を攻撃してしまう病気なんですね。皮膚筋炎というのは抗原病に入りますので、抗原病というのは自分の免疫が自分の体を攻撃してしまう難病ですけども、抗 MDA5 抗体というものが自分自身の体を攻撃して起こるものがこの病気ということになります。皮膚筋炎で皮膚症状はあるんですけども、 筋肉の症状が全くないか、あるいはごく軽いというのが特徴ということですね。そしてこの抗体が陽性になると、まあ、皮膚病変だけではなくて、臨床上治療に抵抗して予後不良。これは見通しが悪く、まあ、亡くなるまでが早かったりするわけなんですけども、その急速進行性の間質性肺炎を高頻度に併発するという特徴があります。要するにですね、まあ、自分自身の抗体が 皮膚ばかりじゃなくて、肺を攻撃してしまって、一般的な肺炎とは異なる間質性肺炎。間質というところを攻撃する肺炎ですね。まあ、それを起こしてしまって、まあ、その急速進行性間質性肺炎が予後不良であるということなんですね。まあ、実際、八代さんも、まあ、去年の秋に診断されたと。 ということなんですが、そこから急速に進行してお亡くなりになってしまったということになりますので、まあ、自分自身の体を自分自身の免疫が攻撃する病気の中で、まあ、こういう病気があるということなんですね。で、皮膚筋炎という、まあ、そういう抗原病に関して、まあ、この抗体は発見されたわけなんですけども、まあ、この抗体は先ほどもお伝えしたように、皮膚症状は出るんですけども、筋炎の症状がないわけなんですね。皮膚筋炎自体は、 皮膚の症状ばっかりじゃなくて筋肉の症状がいろいろと出るわけなんですけども、まあ、そのような筋肉の症状を認めないタイプであるということになります。まあ、それで皮膚筋炎も関節性肺炎や悪性腫瘍、癌などを併発することがあるんですけども、まあ、今回の抗体においては、急性型の急速進行性関節性肺炎という 最も予後不良と書いてありますけれども、非常に急速に進行して、まあ、命に関わる。亡くなってしまうことが、まあ、起こる。そういう急速進行性関心性肺炎を、この先ほどの抗体ですね。抗体が、まあ、自分自身の体を攻撃して起こる皮膚筋炎では、まあ、そのような病態が起こるということなんですね。まあ、どういう臨床像を取るかというと、 数日から数週間で急速に呼吸困難が進行していることで、これは非常に早い進行になるわけですね。抗体が肺を攻撃してしまって、肺の病気が急速に進行して、間質性肺炎が広がりますから、そうすると呼吸に預かれる領域というのがどんどん減ってしまいますので、当然呼吸困難になるわけなんですね。で、これは過剰な免疫が自分自身の体を攻撃する病気ですので、 まあ、ステロイドホルモンというのを使って、まあ、ステロイド薬ですね、を用いて自分自身の免疫を抑えたりするわけなんですけども、まあ、さらに免疫抑制薬といって、肺に対して自分自身の抗体が攻撃してしまっているわけですから、免疫抑制薬を使用して、そういう過剰な免疫というのを抑えるわけなんですけども、まあ、そういう強力な治療、ステロイドとか免疫抑制薬を併用しても、 強力な治療ですね。それも走行しないで呼吸不全が進行して短期間で死の天気を取る頻度が高いというふうにされています。まあ、実際、そうですね、安代さんの場合も短い時間で、まあ、そうですね、お亡くなりになってしまったということになるわけなんですよね。まあ、本当にね、残念なことですけれども、まあ、なかなかこのように手強い病気であるということですね。まあ、皮膚筋炎にもいろんな病態があるんですけども、 ま、先ほどもお伝えしたように、この病気はあまり筋肉関係の症状が少ないと。まあ、しかし、このような、ま、急速進行性の感染性肺炎というのは、始めると、その進行を止めることが困難であって、まあ、初期の段階で診断して強力な治療を開始する必要があるということが書かれていますね。まあ、なかなか現状だと、この病気の見通しというのを、ま、よく改善するための、治療というものがまだ確立していないような状況もある中で、 できるだけ早く見つけることが、まあ、良いわけなんですけども、まあ、それもまたなかなかの困難を伴うと、まあ、いうことになるわけですよね。皮膚起源もそうですし、抗原病もそうなんですけども、いろいろな、まあ、自分の免疫が自分の体を攻撃する自己抗体というのができて、まあ、自分自身の体を攻撃するわけなんですけども、抗 MDA5 抗体陽性の場合というのは、 急速進行性の間質性肺炎を優位に併発するということが書かれています。皮膚菌炎においても、まあ、これが陰性だと6%に過ぎないものが50%であるということで、これは大変多いわけですね。まあ、他施設で検討すると、まあ、陽性例のうち83.6%でこの急速進行性間質性肺炎を起こして、まあ、いるということで、まあ、かなりね、こういう見通しが悪い肺炎を 併発しやすすいいいととととううことでここでの抗抗体体はかなななりり厄介にまよね、まあ、先日も動画であげましたけれども、ある流行病なども自己免疫の病気に関係しているということが言われていて、まあ、そういう点でもまあいろいろ今後注意しなければいけないような点もあるのだと考えられます。画像においては、例えば CT などで見ると、 まあ様々な画像所見を取るわけですよね。新純影やすりガラス影とか、まあ様々な陰影を取って、まあ進行すると、まあやはり全肺炎に及ぶすりガラス陰影になってくるということで、まあかなり肺が全体的に侵されてしまうということがわかりますよね。まあそれで、まあやはり肝性肺炎は、まあ自分の免疫が自分自身の肺を攻撃しているような病気ですから、まあその過剰な免疫を抑えるために、免疫、 を抑制するステロイドを使ったりとか、まあ、するわけなんですけども、まあ、その時にパルス療法といって大量に使ったりするわけなんですね。まあ、さらに免疫抑制薬を併用し、まあ、そうすると免疫が抑えられることによって、まあ、病原体による感染なども起こしやすくなりますから、まあ、そういうものに注意を払いつつ、まあ、管理していくということになります。皮膚の症状としては皮膚潰瘍などを視線、なので指の先とか、 関節などに認めることがあるということですよね。で、やはり、ウイルス感染が、枯渇性、炎症性、筋視感、発症に関係していることを示唆する報告があるということで、まあ、こういう急速進行性、感染性肺炎の発症基準を考える上で、ウイルス感染が引き金になる可能性が十分に考えられるということが指摘されています。まあ、やはり、そうですね。感染を契機として、自己抗体というものができて、 まあ、そして、それが、まあ、こういった病気に進行してくる可能性というのがあるので、まあ、そういう意味でも、まあ、感染、まむやみに感染しない、そういう点は、この病気を考える上でも重要だと思います。で、ここにも書いてありますけど、やはり、そうですね、エビデンスのある有効な治療法は未だないということなんですね。まあ、この病気、まあ、死に至ってしまうような厳しい病気なんですが、早期に強力な治療を行って、危機を乗り越えられた場合は、救命できる。 上に、まあ、多くの症例で再発することがないと言われています。まあ、そういう意味では、まあ、しっかり早期に診断をつけるということは重要になるわけなんですが、まあ、とは言うものの、なかなか治療抵抗性であったりするわけで、まあ、ここを乗り切るというのが難しいということは読み取れますよね。そしてまたここに書かれてますけれども、生存例においては、 この先ほどの抗体ですね、抗 MDA5 抗体化が徐々に減少して最終的に正常化するというですね、この抗体化と病性との関連も示唆されているということになります。一般にはあまりなかなかそうですね、知られている病気とは言い難いところもあるので、まあ、こういう病気であるということ、こういう病気があるということをしっかり知るということは重要になりますよね。急に皮膚病変があって、 まあ、呼吸困難などが出るような、まあ、事例において、まあ、考えねばならない病気だと思いますし、先ほどもお伝えしたように、例えば流行病などが、まあ、関係してくる可能性などというのも指摘されていますので、まあ、そういう意味でも、まあ、今後、視野に入れねばならない病気の一つなのではないかと考えられます。で、この紹介した論文の末尾ですけども、まあ、これは、治療抵抗性、予後不良の急速進行性感染性肺炎と強い関連がある。 というところで、まあ、こういう皮膚の症状ですね、あと呼吸困難などが出てきた場合というのは、まあ、ちょっと注意が必要ということになります。まあ、現状ね、本当に残念なことですけども、まあ、早期に治療しても、まあ、そういう治療が必ず効くというわけではないですけども、まあ、しっかりこういう病気があるということを知っておくことは、まあ、役に立つことだと考えられますので、紹介しました。本当に今回、そうですね、まあ、八代亜紀さんの件、とても残念です。八代さんですけども、願いは叶わなかったが、歌を愛し。 人を愛し、常に感謝の思いを大切にしていたということで、まあ、最後まで周りのスタッフ、そして病院の関係者、すべての人にありがとうをお伝えになっていたということです。本当に素晴らしい方でしたね。改めて深く哀悼の意を表します。まあ、そしてまた、まあ、こういう病気があるということを、まあ、知っていただいて、まあ、やはり症状がある場合ですね、これはこの病気に限りませんけれども、まあ、我慢せずですね、 特に息苦しさなどがあるような場合、これは前回の動画でも紹介しましたが、息苦しさなどが急に出るような場合というのは様々な病気が考えられますので、放置しないでですね、まっ、あ、すぐ、ちゃんとですね、医療機関に受診するように、まあそういう時に、例えば呼吸器内科とか、一般内科、総合内科、総合診療科などが検討されると思いますので、まあぜひ参考にしていただければというふうに思います。